A2 の情報をパスカルに聞いたの。え？司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。うん、ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。おお、ありがとう、トゥビー。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。オペレーター6およりトゥビーさんへ、定期連絡の時間です。こちらトゥビー、問題ない。トゥビーさん、聞いてください。今日花の画像データを見てたんですけど。花？ええ、バンカーに記録されてる少ない資料の中に月の涙っていう花があって、これ髪飾りとかにしたらクールなトゥービーさんによく似合うと思うんですよね。必要ない。まあまあ、そう言わずに。おしゃれは女子のたしなみですから。また可愛いものを発見したらトゥービーさんに報告します。そんな情報必要ない。以上、オペレーター6でした。それでは。ああ、トゥービーか。ちょうどいいところに来た。実は我々アンドロイド軍が太平洋に展開している空母があるんだが、近々補給に戻ってくる。我々レジスタンスも補給作戦をアシストする。君たちにもその護衛をお願いしたい。護衛？ああ、海岸沿いにある補給用のミサイルが準備されているんだが、機械生命体たちも最近活動を活発化させているから、警戒はしておいた方がいいと思ってね。もちろん夜ハ部隊からの指令があればそちらを優先してもらって構わない。頼んだぞ。